おいさあ、大賀ゆかチャンネルへようこそ。薬剤師 YouTuber のワリポップです。はい、ということで今日ですね、何の動画かっていうと、会社からタレントのようにかっこよくなってほしい、そう言われたので、ガチでシミをなくそうと思ってシミケアに来ました。それがこちらの会社ブラッ、めちゃくちゃかっこよくなるところを皆さん見せます。そしてガチレビューするので、ぜひとも最後まで見てください。それでは中に行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、ブラザーさんにお邪魔します。よいしょー。はい、ということで、ブラザーさん自己紹介をお願いいたします。ブラルの佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今日ですね、なぜここに来たかというと、はい、まあ、会社からワディ、お前タレントみたいにかっこよくなると、僕の中でかっこいいと思ってたんですけど、はい、やっぱちょっともう最近シミとかがすごくやっぱ多くなってきてるんで、そこをしっかりケアして綺麗な男、まあ綺麗な男になれということなんで、今日実際シミケアを体験したいなと思ってきました。実際どうですか、僕シミとかあります？そうですね、なんかここら辺のシミがなくなると肌も綺麗に見えるのかなと思います。あ、どういうシミが多いですか？なんか紫外線でできたシミっていうのがここら辺に点々と濃いものがあるんですけど、多分それでの予備軍もここにいっぱいあるなっていうのは見たら分かります。もうそういうの見て分かるんですか？分かります。実際にそのシミケアってどういう形でやるんですか？そうですね、シミのところに、はい、肌に負担がないぐらいの微弱な電流をこう流して、はい、お肌を刺激して生まれ変わらせるという。へ、うん、例えばシミの元のメラニンっていうのを外に排出させていく。排出させるんですか？その刺激となる電気をこうお肌に流してあげるっていう。実際それは安全なんですか？そうですね、それが深いところまでの強い電気だとお肌に負担がかかるんですけど、まあ、上の層のところに優しい電気をかけていくので、はい、痛みもないですし、はい、トラブルもないです。はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。はい、レッツゴー。じゃあ手入れ入っていきますね。見てんじゃねえよ。てか、マティスさん、ひげが濃い。ひげ濃いですか？そうですね、濃いですね。近いよ。ヒゲ。それの大変じゃないですか？ああ、めっちゃ大変ですね。ですよね。カミソリ負けとかないですか？いや、めっちゃあるですね。ありますか？はい。ヒゲ脱毛してしまったらどうですか？ヒゲ脱毛もできるんですか？できます、できます。ヒゲ脱毛で光をこう当てると美肌効果もあるので、はい、シミケアとの相性もとってもいいんですよ。はい、ヒゲ脱毛した後とか、その光を当てた後にシミケアされる方も多いですよ。じゃあそっちの方がいいじゃないですか？いいです。やりましょうか。はい、やりましょう。じゃあヒゲ脱毛も、はい、今日入っていきますね。はい。はい。ヒゲ脱毛ってまさに今の話題じゃないですか？そうですね。はい、青ヒゲから解放されるので。そうですね、僕も青ひげ海賊団として今懸賞金かかってるんで、はい、120ベリーですけど。ちょっとワディさん、油がちょっと多いので。失礼ですよ。光の入りが悪くなるので、クリーニングを先にしていきます。はい、誰が油男や。なんかいい匂いする、柑橘系の柚子の匂い。ユズの、はい、高糖化作用のある成分がユズです。お肌って酸化もしていくと思うんですけど、糖化もしていくじゃないですか。それをこう防いでいくようなクレンジング剤で、その香りでユズがエキスが入ってます。じゃあ皮膚を滑らかにしてくれるみたいな感じですか？イメージは。お顔の木くすみを取っていくのが高糖化ですね。はい、あったかい。なんか次は何だろう。はい、次はクレンジングを今拭き取りしてますね。で拭き取りをして、心の闇も拭き取ってくれますかね。それはサービス外です。サービス外。なんかフェイシャルとかもされてるんですか？そうですね、フェイシャルも基本的にはやってますね。次はウォッシングですね。ウォッシング、はい、洗顔ですね。じゃあエステとかも経験をされてきてたってことですか？そうですね、もう19の頃から。もうプロですね、その道の。そうですね。ちなみに脱毛ってどんな脱毛になるんですか？光の脱毛になります。よく男性はクリニックのレーザー脱毛と迷われる方が多いんですけど、はい、ヒゲはどうしても根深いですし濃いので、レーザー脱毛が痛くてできないという方も多いんですよね。とか、あと日焼けをしてるとレーザー脱毛ができないので。あ、そうなんですか。ゴルフをしてる方とか、もう常日頃外で働かれてる方とかは、どうしてもレーザー自体がヒゲ脱毛として受けられない方が多くて、そういう方が光の脱毛を選ばれるんですけど、うん、光
の脱毛の中でもやはり日焼けをしてはいけない光の脱毛もあって、うん、あのブラルの脱毛は日焼けは基本 OK になってます。あ、なんか生まれ変わった。あ、目が大きくなりましたね。びっくりした。なんかマッサージ効果ですかね。いや、かっこよくなった気がする。今まで悩んでたことは全て解決した気がします。何に悩んでたんですか。え、自分の資産について。痛いですか、ヒゲ脱毛。ヒゲ脱毛痛くないですよ。レーザーの方が100倍痛い。じゃあ手で入っていきますね。え、じゃあもう当てるんですか。はい。めちゃくちゃ怖い。大丈夫。痛くないんで大丈夫です。大丈夫。はい。本当。じゃあお顔を左にちょっと傾けていただいて、このちょっと確かにこのフェイスラインから入っていきます。マジですか。はいはいはい、いきます。あ、こんな感じ。あ、全然痛くね。大丈夫ですか、うん、じゃあ次もいきますね。はい、はい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 、大丈夫ですか。あ、チクッとしますね。あはは、あ、ヒゲ脱毛終わりました。はい。今ヒリつきとかはいかがですか。全然ないです、ね。大丈夫ですか。ほてったりしてないですか。全然大丈夫です。大丈夫ですね。はい。はい、じゃあもう一度干していきますね。はい。じゃあアジさん次シミケアの方に入っていきますね。はい。はい。じゃあこの辺のシミからちょっと当たっていきますね。どっかをちょっと開いて。じゃあこれ取っていきますね。シミケアしていきます。シミのところをくる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 っとくるくるした後にトントンしていきます。あだいぶあのポツッと出てきましたよ。そんな感じです。ポツッと出てきました。あ、なるほど。でもこれ分かりやすい例です。めちゃくちゃこれなんかほくろみたいになったもんね。そうですね。あ、これが最終的に 2,3 日で、うん、あの赤となって剥がれ落ちていく。じわーっとこう上がってくる感じ。メラニン色素が下の方にあるとどうしても薄く見えてるんですよね、あの皮膚の表面から見ると。ただ上がってくると濃いシミになってくるので、微弱で微弱なこの低周波の電気を使って開けているっていう感じですね。いや、これやるにあたってやっぱ技術とかもやっぱ免許とかいるんですか。いらないです。じゃあこれがあったとしても腕次第ってこともあるってことですね。ただシミって、はい、種類があるじゃないですか。乾板とか老板とか、はいはい、あのそばかすとか、はい、そのやっぱりシミを見分けるとか、はい、あと今その方の肌質、うん、を見極めてより効果が出るお手入れの案内とかですね、自宅ケアを案内しないと、うん、効果の出方が全然違ってくるので、あ、自宅のケアのアドバイスまで肌を見ながらしていきます、うん、はい、ありがとうございました。結構施術だけでシミケアで大体どれぐらいですか、時間。そうですね、基本は10分取り放題みたいな、うんうんうん、シミケアし放題が基本です、うんうん、10分間、うん、じゃあちょっと俺ちょっと見たいです、自分でどんな感じになってるか。せーの、ドン。うわー、すごいなんか焼けてるみたいな、なんかすごいですね。え、だってもうポツポツが明らかにこれなかったっすもんね。結構薄いシミも上げてます。すごいっすね。じゃあ2、3日ぐらいでもっとこうガッと色味が濃くなって上がってきて、うんうん、でも4、5日後ぐらいにはもうポロッと取れてないですね。この赤いのも取れるっすか。え、それは握りなあ、この青ひげ海賊団ワディボップ懸賞金120ベリー実費の青ひげのレビューと、この今こうポツポツができてるシミケア
どれだけ綺麗になるか皆さんにガチレビューをお届けしたいと思うんで、1ヶ月か2ヶ月後ですねお見せします。経過とかはインスタとかで公開できたらなと思ってるんでお見せしますね。すごいね、めちゃくちゃ思ってたより全然ちゃんと症例すごい。はい、じゃあ最後に冷却で冷やしていきますね。保湿パックも同時にしていきます。はい、あ、いい匂いする。あ、気持ちいい。なんかスーッてしますね。なんかちょっとやっぱピリついてたところもあるじゃないですか。はい、それがなんかすごく気持ちよく終わるような感じがします。だから冷たいタオルも乗せて。おお、この後ってなんか化粧水に塗ったりとかっていうケアはしても大丈夫なんですか？そうですね、ケアはいつも通りしてもらって、逆にあの乾燥しないように保湿をしっかりしていただいた方がいいです。あ、はい、ちなみにお風呂は OK ですか？お風呂は大丈夫です。ただちょっとひりついてたりとかしてほてりがあるようだったら、その日は避けてもらっても大丈夫です。わかりました。はい、はい、ということで、皆さん、シミがどれだけなくなるか楽しみですよね。僕も楽しみです。まあ、これから1ヶ月に1回、こちらのブラルさんにお邪魔してしっかりシミケアをしてシミをなくしていきたいと思っております。ぜひともレビュー動画楽しみにしててください。場所は大谷駅豚谷あります。